ワイワイ北斗打ちたいから。あ、理想は並び並びで取れたら北斗打ちたい。あ、いいね、めったにやったことないと思う。あっせー、角です。雲は流れてないです。原さん大丈夫、俺ちょうど今800、成長到達です。お任せしちゃっていいかしら、うん、考えられる。さあ、朝から打って一番最悪な展開だよ。そうだね。いや、分かってるよ、こんなの無理に決まってんだよ。やれやれ、まだまだこっからだよ。こっからだの？俺だってまだ初当たり引いてないんだよ。まあそれはきつい、さすがに。でもいい加減中段チェリーが目を覚ますと思うから。覚ますかな。覚ましてもらわないと困ります。現在600分の1ぐらいだけど。まあ同じく。で俺今4万円なくなってんだよ、知ってる？なくなったんですね。もう今ちょうど4万円目。まだ大丈夫。アラさん、いつになったら大丈夫じゃなくなるの？え、閉店。閉店かよ。ちょっと俺手のひら確認してみていい？あ、もしかしたらね、もしかしたら生命線なくなってるから。うわーっなわけないだろ。いそれあのね、天敗ファンにしか分かんないネタやめて。消えちまってる。俺たちはそこに中段チェリーがあるためにパスロー打ってる。そうね、こいつら何言ってるのか全然分からない。分かんないよそれ。お、強水か、いいな。そんな引いたことねえよ。まあでも確かに梅ちゃんだよ、出てない。あれ、これ中段チェリーじゃない？どれ？すごいこっち見てるもん。あ、これめちゃめちゃ強いよ。すごいこっち見てるんだけど。こっち見んなよ。いやでもね、別に天国じゃないと思うんだよ。まあ何やったら今日3回目の中段チェリーもらったか。俺も一応あのジャケステージ行ったんで、さっきの強水から上がったかもしれない。いいな。ちょっとやってないわこれ。アラさん、俺やってない、こんなの。やってない、やってない、まあ、本来なら俺の領分なんだけどな、これな。アラさんでもなかなかないぐらいひどいよ。まあ確かに。だって俺1363ゲーム自分で初当たり引いてないんで。まあ行くとこまで行きますよ、今日並びしようって決めたんでね。やったろぜ。取れちゃったからせっかくだしやるよ。もうあの良い子は真似しないでください。そうね、悪い子も真似しない方がいい。よし、中地ヒーバー来たよ。ああ、多分中地引いたっぽいね。いや、感情がない。俺も続くぜ。放っておかれた。スイカ引いてくれ。急に中地ヒーバー、急に中段チェリー祭りみたいになってるけど。あ、ちゃんとどっちも外れてたから心配しないで。地獄なり、まさに地獄なり。地獄だよ。俺別に設定変更しててもしてなくても同じだったわ。確かに。そう書いて1473でまだ1回も当たってないから。ちなみに、うん、俺の今までで一番つらかったハマりが900-1200なんだよ。ああ、もう、うん、マジきついね。そう、俺はでも2人揃って世紀末だな。世紀末だよ完全に。で、救世主なんでしょ。救世主、この人。この救世主です。ウォークセルト、ウォークセルトは救世主です。助ける気ある？俺のこと助ける気あるか、こいつ。今んとこはあんまりなさそうだね、我々は。なんかね、2人でワイワイキャッカーやりたいなって思ったけど。そうそうそう、わー、ゴーショーハーとかそういう感じだと思ったら。まさかの。まあ、わー、ゴーショーハーだけはやれたけど、それしかやってない。そうだね。さあ、まだいるっぽいんで、まだジャギーステージ行きましたから仕留めたい。力貸してくれ、中段チェリー。
さすがに天国っぽいんでしょ。いや、わからない。嫌がらせしてなければ。その近くで引いたリプレイが嫌がらせしてなければ。頼んだよ。俺はあと400ゲームぐらいかかるけど。負けました。負けたの？大丈夫、でも赤文字出てるし。白が出てきたぞ。白が言うな。よし、529ゲーム。そう落とし。さあ、で、少ないな。あ、3回目のバトルボーナスです。ありがとうございます。やっぱ憧れますよね、自力のボーナスって。憧れちゃいますよ。いや、俺も相当引けてないんですよ。僕、自力のボーナスゼロですから。おっしゃ。何色？グリーンだよ。グリーンだよ。やったりましょうや。原点に帰るわ。何？タで抜くわ、今日。猫背スプラッシュは一回封印する。あれ、レイ専用アラシステムにするわ。お任せしますよ、もう。僕みたいなもん何も言う資格ないんで。初代吉宗でも天井見えてきたな、俺。確かに。頼むぞ、俺たちの緑王だ。よいしょ、よいしょ。やっぱ縦抜くか。タヌキってこと？そう、ラクーンシステムです。ラクーン、ラクーン、タヌキのこと英語でラクーンっていうの。あ、そうなの。確か。なんかタヌキのくせにかっこいい名前ついてるね。ジャイアンみたいなこと言わないでください。タヌキのくせに生意気だぞってことでしょ。なんか日本だとそのおとぼけキャラじゃん。まあ確かに。マジ地獄だなこれ。総回転数1836って書いてある。で、当たりゼロだもん。当たりゼロ。初代を超えてしまう。あんま行ったことないんだよ、初代の天井。いや、そりゃそうでしょ、あれは。よし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 、安定感増してきたぜ。俺もやりてえ、それ。ここでチューチェかベルナビ。ここでチューチェかベルナビ。何も引けない。俺がね、この900、1200ってハマってた時に、右隣で打ってる方が、ことあるごとに割と大パンする人で、7連目くらいの高勝波で大パンしてた時に、俺マジ頭突きしようかと思って。そらしてもいい。どう見ても俺の方がつれえだろうかと思って。高勝波来るたびに大パンすんなよと思って。ってことは今の話を総合すると、アラサは当然大パンとかしてないわけだ。してない。で、今日の俺に匹敵するぐらいひどい目にあったわけだ。それで大パンして7連してたんでしょ。いや、違う違う、大パンが正義じゃないよ。あ、違う。その人最終的に負けて帰ってたっすよ。ああ、なら、それ早く言ってよ。ダイパンした方がいいのかと思ってた。ダメダメダメ。俺はむしろバチが当たってると思ってたの。この人北斗揃いでレインボーでまず単発でダイパンしたの。え、ダイパンしたら北斗揃いレインボー引けるってこと？逆とかない、ダイパンダメ絶対。とにかくダイパンダメって。ダメ。いや、それで、ね、気持ちは分かるよ。北斗揃いでさ、単発はさすがにきついから。俺なんてホールの端っこから助走つけて蹴りたいよこのダイ。そうだね、ドロップキックしたい。そういうの。あなた投資いくらだっけ？俺ね、33,000。俺今、59,000なのよ。59,000。92,000。多分今日10万いくな。大丈夫だ。大丈夫なの？まだだ。ダブル焦点でまぐりだから。いや、投資がね。まあ、確かに。おっしゃ、調整79%以上、ありがとうございます。やったるわ、梅ちゃん。頼んだよ。これで天井行ったら俺なんか動画史上初じゃない？多分あの動画中自分で初当たり1回も引けない。ああ、それは多分ないね。見たことない。偉大なる記録を作ろうとか。偉大なる男だよマジで。なんかそれ目指したい気持ちになってきちゃうのがやばいな。いや、いいよ、そのために相方がいるんだ。いや、別に相方そんな出してるわけじゃないんだよ。見とけって。アラシステムを取り戻した俺に敗北はない。普通にまあまあ負けてんじゃん。
やはり種抜くって初心に帰ったから。本当ですか。ああ強いね。やってやる。あった。いいな。倒れろ。全部無視した。りんちゃん。りんちゃん。でも嵐さんが終わったタイミングで、俺今1261年。よし。ちょっとバトンは渡したよ。あ、1270です今。あ、じゃあ踏みました。ただ別に2分の1で北斗のだけだから、はい、さっき現に外してるわけじゃないですか自分。はい。あ、決まった。早いな。早い。1275。すげえな。63,000円。はい。朝一天井。次も天井です。地獄。いや伝説ですよ。1275ゲーム、延長5ゲームか。頼む。あ、これ強水化だったら受ける。あ、取りこぼしたよ。いいよもう。でここはあの継続ストックの抽選だから。ああ、うわー、だっす。まああのほら2分の1とは一応限らないから黄色。まあ7球以上あるでしょう。なんでだよ。ないよ別に。あの天井は 79% 以上って一応言われてる。本当？うん。じゃあ 79% だよ。いや84あると信じて。悲しすぎるよ。1275ゲーム分にやるわ。ごめんね嵐さん。え？ごめんね。いや、いいんだよ。そういうこと俺は散々13年間やり続けてきたから全然いいんだよ。辛いね結構。そうでしょ。汗が止まらなくなる。本当だ、汗かいてる。珍しい。冷や汗が止まらなくなる。何これ。怖いよ。怖いね。怖いマジで。大丈夫だ。いやここで単発でも2連でもね、例えば2連したってあんま関係ないんだけど、うん、メンタル的にさすがにきついよ。そうなんだよこれ単発と終わると。あ、いいよ。無我の境地。奥にいるな。もう諦めよう。いや、まだ。もう諦めようぜ。優しくして、ラオウ、ラオウ。追いつける。避けろ、ほら避けろ、ケジロ。右だよ、右に体を動かして。右。そんなことあります。なんで正面で受けちゃうのよ。多分今日だけで言うと世界記録だ。世界記録だね。あ、でも朝一水泳で天井まで行ってるとかいるかもしれないけど、多分いねえと思うんだよ。ああ、モザイクかけて。1ゲームするかもしれないし、ほら1ゲーム。なんかあの立ち回りせずに、まあ、いろんな理由でこう全突破的なことするとこういうことも起こるんだね。そうなんですよ。怖いわ。2人揃ってっていうのもまあまあえぐいな。1回ぐらい当てて帰りたいの。そうだよ、そうしようぜ。まずそのためにもこれからもっと金入れるのきつすぎるな。そうだね。これ1回ぐらい引いてみたいですよ、強水化ってやつ。やったー、よし、初の強水化。あ、でもあの確定画面で取りこぼしたやつとか強水化だったかもしれないけどね。まあまあそれは置いとこう。上がった、これは上がってるっしょ。いけいけ、強水化すごいな。いけ。お、これ目押しミスだけど。あ、でもね、斜めになったらあの多分強水化だと思うよ。強水か強水かってこと。強水か強水か。当たるかもしれないってこと。当たるかもしれない。あの一部の強水かが多分平行になって見抜けないとかだと思うから。まあどっちにしろ天国濃厚のところでスイカを引いたっていうのは間違いない、ね、間違いない。でそれが、例えば 20% 弱の世界か 50% 超の世界かっていう。
ああ、これ中継です。で、強水化かもしれないのに引いた連続してジャギに行った後いける。本当、うん、俺初当たりってやついける？いけます。色は赤だった、ね、え、赤だった。ああ、ここ変わってくると安心なんだけどね。追加してしょ。したあとはもうシナリオ行ってれば大丈夫。まれに出せるけど状況的にね、うん、ジゲームまた服破くから多分。あ、ジジゲーム、うん、そうそうそう、ジジゲームね。あ、じゃあもうすぐ当たるってことこれで、次の次間に合うじゃん。苦節、まあ、正確には、ね、当たってるってことがあるんですけど、2264ゲーム今総回転数、朝天井で次も天井なんで、うん、このゲーム数にして初めて、初当たりが引けました。オッケー。さあ見せつけてやろうぜ俺たちのパワー。追加投資なしだ。いやもう流れ変わって、流れとかない、残念ながらない。ムードが変わったから。ムードは変わったね、うん、それはリプレイだから。おーさあ緑来た。ほらいける。ちなみに今日連チャンもしてないんですよ。あのバトルは5昭和しかやられてないんですよ。あーでも嬉しいな、やっぱり。そりゃそうでしょ。はあ、普通に当たるんだね。頼むぜマジで。人として人じゃないけど、そうだよ人として。やったー。まあ、今日初の自分で、初じゃないな、2回目さっきの初当たり、自分で何かこう出玉を増やすっていう、はい、よかったね。あ、救われたね。あ、かっこいいよケンシロウ、お前かっこいいよ。お、手のひらを返した。いいよ、かっこいい。蹴り、あー、いい蹴り。まあ当たるわけないんだけど、まあね、たまに間違えて当たるけど、何も引いてないから。でも何にも引いてなくてもごくごく稀に無双天使やつ行くから。あるよね。でもある、多分そこで当たるっていうルートが選ばれると、まあ、純粋に多分抽選してくれたと思う。なるほど、うん、さあ頼むよ。全然まだ足りないからね。怖い。大丈夫大丈夫大丈夫。怖すぎる。こっちが緑王だぞ。すっげー強そうだもん。あ、スイカ。あ、強スイカ。いけ。書き換わりはしないか。あー、ダメだ。避けてあげて。避けてあげて。2連続スイカ。よーし、よし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 。ナイス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 。いけるいけるいける。動いてる。よかったよかった。大丈夫、雲流れてるよ。頼む。よっしゃ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 っ。愛を取り戻そう。まあ、よく頑張ったと思います正直。ねえ、いや正直よく頑張ったと思う。いいよもう、いいマジよく頑張ったよ俺。だってね、まあ、夢のまた夢のまた夢だったから79% で言ったので、まあ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 、まあ何にせよ持ち玉があるうちに。そう、もう一日追加投資だけはもうしたくないの。プラスにするなんてそんなこともうと思ってませんよ。その大それたこと。あ、赤だ。変わった。天候スタート、天候スタート。お、俺久々の中断地です。おお、あれメッセンジャー来たよ。お、え、何も引いてないよね。あの、要は天国ジャックスイカだって。いや、ああ、じゃあそっか。何も引いてなかったらそれ天井なんだけど。いや、天井の可能性もあるよ。32位の間だから。松本さん出てきたよ。あ、デビルリバース出てきた。うん。そっか、それ天井なんじゃない。それかジャックスイカで当たったか。グオーって言ってるよ。ああ、でもまあ当たってると思うけどね。22だから、
48。逆正解で当たったんじゃない？当たった可能性あるね、うん、いや期待しないでこそ、期待を裏切り続けてきた子だからこの子。あれこれはちょっと強そうだぞ。なんかマスクかぶったやつ出てきたんだよ。ジャギ出てきたね。大丈夫、さすが大丈夫でしょ。このゲームで当たればだけど、当たんなかったから逆正解で当たった。逆正解だ、勝つ。よし、何なの急に。最初からやれよ。まあ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 、はい、34ゲーム素晴らしい。せめて飲まれないでくださいっていうのが俺の思いだから、終了時間まで持ってくださいもうお金使わせないでって。いけ、全然当たってくれただけいいよ。そう、目標2連。いや、いいと思う。単発さえ避けりゃいいんだよ。そうそうそう、目標2連。単発だけはやめてよ。もういいよ。ケリー、いい蹴りだ。当たったじゃん。下っ端が消灯してない。してないっぽいね。してないね。でもまあワンチャンあるよ。してる。いや、してないけど。ちょっと薄くなったりしてる。してないけどワンチャン。30何パーぐらいあったよね、多分蹴り当たると期待と。40パー前後ぐらいあるんじゃなかった。メイの不当と同じぐらい期待度あったと思うんだよ。バース、まあ、まあまあね、当たっただけでも奇跡。とりあえず俺も追加通します。マジか、辛いな。まあ俺自分と比較してアラスさんすごいよく感じてたけど、アラスさんもすごい辛いもんね。まあ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 、しょうがない。中置引けない俺が悪い。中置がないとね。2人とも中中全然足りないもんな。足りない。赤いな。赤いっすか。さっき蹴られて怒ってるかもしれないからな。あ、蹴りで返す。蹴り返す。だけどラオは耐えたんだから、点数も耐えなきゃ、ね、ラオ蹴りで死ぬわけないですよ。うわーとか言って。あ、止まってる。そうなダメでしょ普通。いや、しょうがない。倒れちゃうと結構きついね。目標通り、僕は2連だったんで。そう、パンチもキックも平等に怖いから倒れると。あ、うん、天国天国、2回連続天国スタート。まあ、設定なんて期待してねえけどなこれで期待できるやつはもうポジティブすぎる。まあ、だからここは仕留めよ。そう、今の当たり、今の当たりのために必要なのよ。ジャギ、ジャギ、うん、上がってんじゃん。上がってるね。ワンチャンないかな、本店長。あれ、上がってるの。あれ、あ、俺、謎当たりもしくは着生で当たってるわ。おー、マジで。うん、だって全長いってる。なんなら急にそのやる気俺も、あ、俺ももしかしたら当たってる。チャンスメとかで当たってた。お、ダナゾです。しかもダナゾじゃん。ちょっと2人でできるじゃん。できるね。初の今日、総投資3球です。3球3球ちょっと俺もちょっと時間かかりそうだけど、じゃあとりあえず俺行っとくよ。あ、行っといて。行ってきます。あ、いるんでしょ親父が。違った。とりあえず幸せの黄色いようだ、いただきました。俺もせめてそれがいいな。自分不器用ですから。やろうぜ。やってやろうぜ。一瞬向いてやろうぜ。まずで、北斗じゃん今。音いい音したよね。やったじゃん梅ちゃん。でも俺プレッシャーだから逆に嫌なんだけど、
帰っこして、帰っこしないよ、帰っこしてよ、もうやだ、いけるいける、いやもう今日のオチみたいになるの決まってんじゃん、レインボーだ、違う違う白、白だ白、俺の位置から液晶全く見えないけど、めちゃくちゃやだ、いや正直いいよ、俺7の白でいいんだよ、いけるいける、飲まれなかったらそれでいいと思ってんだよ俺、89パーループ行かそう、まあ、確定し来たぜ、最大の見せ場が、頑張ろう、5連ぐらいはしてほしいな、そうだね、いやいやだ、もうちょっと行こう、10は行こう、10は、いやいや10超えたのに2回しかないんだって、3回目その日が今日だ、反発だけはマジやめてよ、立て消しろ、蹴りたん、どんまいどんまい、だ俺も続くよ、ああケイシロウね、ほマジほ、単発だけはまずきつかったからな、よし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 、天国スタートではなかったんですよ、わからない、わかんないときは大体ないよ、派手な演出はしないってこと、確かに、でもやれるよ、数少ないチャンスをものにしていかないと、今日実際めっちゃ数少ないもんな、まあまだ400分の1ぐらいじゃない、来ましたよ来ましたよ、頑張れ、蹴り蹴りかわしといた方がいい、ドゥアって言ってる、怖いんだよなドゥアは、完全に当たったらやばいところ当たったわ、止まってやがるな、このリアクションは、立てよな、いやいや初当たり的には最高の形の初当たりだよ、北斗揃いレインボーね、危ねえ、今日初めての復活、おお、いやよかったよかった、ちなみにヒヤヒヤさせないで、俺の中継はいなかったんで、あれマジ、ふとはね怪しいのよ、よし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 、いいね、嬉しい、あーいいパンチだ、いいパンチだね、これで俺も4枚目がなくなりました、マジ、うん、まあ俺63本使ってるんで気にしないでください、いやいやいや、あ強制か、これで最悪これで天国に上がる、あ、中中も引いてるんだ、中中今引いたの、そこで中中を引くっていうのがフルコースだね、そうだね、お、原さん投げたい、これ中中大丈夫よ、当ててみせる、新さんですか、新対新、俺の方が、いやこっちの方が先に新だな、いやでも俺本名も死んだから俺のが先だよ、あーすげえ速い突きしてる、さすがに無理だ、強いからね本当に、お、牽制割り来たか、頼む、いや早かった今、よっしゃいました中継、いた、うん、ナイスナイス、ちょっと真似しとくわ、パンチ、よし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 、華麗なかわし決めました、よしアミバと今一体になった俺は無敵よ、
アミーバと一体になったら無敵じゃないだろう。俺は天才だ。後々すぐ負けんですよ。大丈夫、アミーバの異世界転生して生きてたっていう話もあるから。それはな、変なスピンオフでしょ。そうそうそう、やっぱり俺は天才だっつって言ってたから。よし行くぜ。123ゲーム追加投資、総投資4万円です。いや、こっからまあまあ逆転までは言わずともね、うん、でも俺は普通の人は焦点ぐらいこう期待するとこなんだよ、ね、いやもちろん焦点したらだから割り出し戻ってくるから、ね、俺焦点したことないから全然期待できない。焦点させよ。青か白の方がいいんだよな。青だったら俺は。そんなやついないんだよ。歌流れろよ。変わりません、歌が変わりません。先生大丈夫だ、所詮2分の1そっちは。継続自体は89%からの青です。大丈夫だ、これであれはやばいです。さすがにあれはやばい、あれはいついかなる時でもいい。避ける避ける避ける、そんなうまいこと避ける。トッキこれあの北斗揃いレインボーなんですよ。リーンユリア出番です。ユリアさん出番です。ユリアさん出番ですよ。まあようやった方じゃないですか。いやまだ早い。あーさあ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 、マジで続くのすごっ。それは北斗レインボーですから。あんなの終わるとこじゃん。大丈夫、北斗レインボー5連目で歌流れずにさ、同調波投げられて。北斗レインボーのポテンシャルを信じてあげて。分かった、信じる。チャンス目、なんとかしてくれませんこのチャンス目で、なんとかしてくれませんか。おらーちょろちょろちょいちょいちょい、押し順引いた引いた。トッキー頼む、この動きはトッキー。まあ普通に動けちゃった。いや昇格してないだろうな。アラスさんといえば無双転生だからね。多分ね、あそこでね、パンチ時よけとかになると、あの押し順ベルで昇格してる可能性ぐんと上がるのよ。よしよしよし、助かりまんもす。あとあの興奮して「あれや!」ってやったらちょっと第一関節がめっちゃ痛い。おい気をつけて。いいよ、継続するんだったら俺の第一関節ぐらいいくらでも持ってけ。いや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 、あの割りは低いから、それ第一関節持ってかれた方が金かかるから。そうなの。歌流れてよ。大丈夫大丈夫大丈夫。こっちたら北斗の最高系ぞ。本当だ、最高系だから。お、ファイヤー先輩来た。ファイヤーパイセン、大体先輩なんだな。そう、ファイヤーパイセン来たんだ。いやこれ極調は来るね、悪くても。いやー持ち上げ様。お、ただこのリプレイがすげえもったいないけど。いや大丈夫です、 75% あるけど、あの次ゲームとフラグと関係ないから。いきます。使うか。やめろ、ホームクラッシュやめろよ。まだ早い、交代取ってるっす。そっか、ならば本気でいくぞ。あーっさ、おらっさい、ちゃいちゃい、おらっ、おい、ナイス。ベルで倒したか。まあベルでもね、期待度高いですから。ジャギだもんね。ジャギです。おーしょー、あーレイどこ行ったの、俺のレイは。でもなんかバトルになったら急に出てくる。そう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 、あの恥ずかしがり屋のレイの可能性あるから。レイ、あーいない。ケンスロー攻撃してとりあえず
よしよしよし、第一段階突破。さあ俺は歌が聞きたいぞ、歌が聞きたいぞ。あ惜しい。いや、いつもの音楽なんですけど。大丈夫大丈夫、むしろ変わんない方がいいわ。だってなんでだよ。いやずっとほら続く流れ来てるから。それで本当だ、いや本当だじゃないよ。じゃあ行くぜ、俺もここで攻撃をぶち当ててやる。くらえラオ、これが俺の必殺拳。必殺拳やるじゃねえか。さあ歌、マジ流れないんですけど。流れんね。もう8だよ8。そろそろ力尽きんじゃねえか。大丈夫だ、信じろ。きた、これはやばいんじゃない。この交渉はやばいね。ないような気がする。ここ超えたら。あ、動いてる。お、素晴らしい。ちゃんとしろ、歌手たち。サボるな。まあ、俺がやばいね。アルさんがやばい。俺も校長は。こっち赤の赤のオーラだから。あ、確かに。ポテンシャルがね。ポテンシャルがちょっと違う。もちろん雲も見たとまり。俺が会いたかったよ。一応言うよ、俺が頑張る、まあ、今日初めて言った俺が頑張る。まあとりあえずちょっとね、俺はかなり厳しい、まあ、俺もちょっとでも取り返せるように頑張る。あ、さあ9連目、ここで歌流れて、お願い。流れないね。固くなり流れない。流れないラオ、流れないラオ怖いんだよ。連発はまずいよ、さすがに。お前連発はまずいって。お前なんなの。もう無理だよさすがに。だって9連ってまあまあ 89% って考えればしてるんですよ、まあ、平均だから。流れに乗ったね、強いな。で俺次歌流れるかな。そろそろ流したいね。いや、なんなのこれ。ド S だな、まあ、継続してるから許してるけど。でもうやばいんじゃないのさすがに。いやいやいや、何連続やんの。アホか。もう絶対に息の根止める番みたいになってるラオ、うん、何してんの。いや、さすがに無理でしょ。いや、さすがに無理だと思う。頑張れリーン。え、何これ。いや、嬉しいんだけど、納得いかないんだけど。俺のこうメンタルを蝕もうとしてくるんだ。そうだから今削りに来てるから、耐えて耐える。次こそ頼むよ、安心させて。何これすごいね。え、もう固くなるな。さっきまで5連続で50発してて、これで継続したら6連続ってことだよ。そういうことになるね。いや、なんか5勝はやってくると思うよ。あ、違った。あ、分かった。ちょっとね、豪勝は無理だから、ちょっと蹴っとくかみたいな。食らわない方が良かったね、これはね。そういうことですよ。不穏な空気を感じるからね、この蹴りは。距離感狂わしといて蹴るでしょ。そう。だから、あの、上ばっか狙っといて、あのローキック叩き込む手法だよね。ほら来た。止まってる？逆にこれやばいんじゃない？ちょっと危険だね。ケンシロウも油断してたからね。
やってくれたよ。いや、なかなかいい一日でしたね。いや、死闘とはまさにこのことじゃないですか。はい、僕は多分ですけども、はい、今日の日本記録タイぐらいはいってると思うんですよ。いってますね。初当たり引けなさ、2300ぐらい、ジェイムで何も引けなかったっていう。うん、ただそこから、まあ、ちょっと北斗ぞろい、何色でしたあれ、白ですか。北斗ぞろい、レインボーですよ。レインボー的なのが引けて、はい、まあ、それが、まあ、ちょこっと出てくれたおかげで、まあ、むちゃくちゃな大ダメージは受けなかった。はい。ただ、そうこうしてるうちにちょっと荒さんの方がちょっとへこんじゃうっていう、まあ僕の方が結果的に負けてますから。そうですね、はい、あのまあちょっと結果振り返ると、2898枚通して1646枚流して1252枚、はい、荒さんが通し43だね、はい、そしたらマイナス1978枚で、2人合わせるとマイナス3230枚です負けましたね。ちなみにあの2人合わせると通しが106,000円、うん、まあだから何も考えずに並び打ちで粘るとこうなるっていう、まあいい反比例な反面教師な実践に、実際ノープランじゃないじゃないですか。中途半端なプランを立てるとこうなるってことですね。まあそういうことですね。こう綿密な計画立ててこことここで並び打ちしようとかじゃなくて、とにかく並び打ちしようイエーみたいなことやると、中プランやっちゃうとこうなります、ね、中途半端にもう絶対全突破みたいなことがやるからこうなって、にしてもちょっと今日はひどかったですね。いや僕、はい、まあ、これだけ北斗打ってきてますけど、はい、3000ゲーム以上回すと大体中チェって200分の1台ぐらいまで収束してくれるんですよ。僕あの今日368分の1です。それはきついっすわ、はい、3300で9回しか中継引いてないんで、最初ね僕があまりにひどすぎて、うん、嵐さんのがマシに見えましたけど、嵐さんも最初から最後までずっとひどいですそうなんですよ僕最初めちゃくちゃひどくて、ちょっと連チャンしたから良くなったように見えてずっとひどいってことなんですよ。2人ともめちゃくちゃひどくて、まあ、ね、まあ、ここまでひどいことはなかなか起こらないんで、うん、まあ、あの北斗が撤去間際ぐらいにまた乗り打ちす、あれ並べてすればいいんじゃないですかね。そう、ただ僕はこのノープランでちょっと北斗打ちすぎだと思うんで、はい、1回ちょっと間を空けるいい機会かなって。そうですね、あのこういう機会ないともうずっと北斗打っちゃいそうなんで、これでも全然まだ打ち足んないんで正直、はい、ちなみにあの別に今日北斗の島も出てましたし、うん、あのカバネリもすごい出てましたね。そうだね、はいはい、まあこういう番組だからあの楽しんで並べ打ちっていうのはありなんだけれども、うん、マジこういう結果になりうると。でも俺、まあ、でも1周目でやめてるかな、2周目やめたところで普通だったら絶対やめるじゃん。やめてたら6万負けのままだったから、まあ、ね、まあ、確かに、まあ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 、たまには、まあさすがの俺でもね、多分やめてたんで、戻り子があんま良くないなっていうふうには思ってたんで、うん、はい、でもね、あの僕、今日分かったことがあって、嵐さんがよくね、ボールびっちょびちょだよと言ってて、うん、なんだよ、それと思ってたけど、本当になるんだね。そう、あのね、あのやばい台で投資してると、うん、汗止まんなくなる。なんかね、ケツが濡れてるんですよ、いつの間にか。そうでしょ、ケツが。ちょっと触ってみよう。これ何汗？うわ、めっちゃ冷たい。そう、これが冷や汗。あ、これ冷やなんですね。これ冷やです。あの冷やが出るんですよ。皆さんもぜひ乗り打ちしてあの入れてると本当に信じられないぐらいデトックスができるんで痩せますよ。俺2発目の天井単発だった時、てかもう帽子は出した時にちょっとめまいしたもんそうだろうね。何これと思ってそんなことするんだ。そうだからあのパッツルってやっぱ無慈悲なんで、無慈悲ですね。特に我々の動画見てくださってる方は普段からね俺のも見てくださってるでしょうし、梅ちゃんのも見てくださってると思うんですけど、はい、こっちの動きしないとこうなるってことを本当に今回学べたかなと。まあでも前々回ここで荒さんがいっぱい出した時はもうすごい行幸だったわけじゃないですか。そうそうそう、ああいうことがあれ、こういうこともあるってことで、そう、上振れ下振れ両方あります、はい。まあ、どちらにせよ今回ちょっと派手な実戦にしたいっていう意味では、うん、結果的にはすごい珍しい、はい、山あり、谷あり、山はないな、いやでもあった、谷あり、まあ、谷からちょっと上がりあり、そうそうそうとかいろいろあったと思うんで、うん、まあ楽しんでいただけたらいいなと。はいはい、次回は頑張ろう。次回はあの普通に勝ちに行こう。普通に勝ちに行こう。頑張ります。おい、さよなら。さよなら。